宅建試験、これだけは絶対男。国土利用計画法の届出と許可。国土利用計画法では一定面積以上の土地について対価の授受を伴って権利を移転設定する契約を行う場合、事後届出もしくは事前届出または許可を受ける必要がある。例えば一定面積以上の土地について売買契約を締結する場合、一定面積以上の土地が前提なので1番の要件を満たす。そして売買なので対価の授受はある。さらに所有権という権利を移転させる。また売買契約は契約なので4番の契約にも当たる。よって一定面積以上の土地について売買契約を締結する場合、事前届出もしくは事後届出または許可を受けなければならない。通常は事後届出で良い。しかしその土地が収支区域や監視区域内にある場合、事後届出ではなく事前届出が必要。またその土地が非正区域内にある場合、事前届出や事後届出ではなく都道府県知事の許可を受けなければなりません。